ガティブですよね。ネガティブなことを書いてますね。極力こう目立たないようにしようとしてたグループですし、だからこういうこと表立ってやるっていうことを職業にしてるっていうのは多分みんなも結びついてないような気はします。あ、どうもどうもいらっしゃいませ。失礼いたします。よろしくお願いいたします。はい、お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハリセンボンの近藤春菜と申します。よろしくお願いいたします。すみません、あの、いやいや急にお呼び立てした形でそんなとんでもない、お会いしたかったです。あ、本当ですか。その、マリカちゃん、松本まりかちゃんからお話をいろいろ聞いておりまして、あの松本まりかちゃん、私も、うん、仲良くさせていただいてて、はいはい、ご共演、そうなんですね、この間まで、はい、よく知ってまして、はい、ありがとうございます。こんなに早くお会いできるなんて。いや、嬉しいです。私からこうお呼び立てしたっていう感じなんですけど、うん、びっくりされました。はい、私ですか。はい、あのもし、はい、そのマリカちゃんと仲良しだってことを聞いてなかったら、はいはい、とてもびっくりしたと思います。なんか聞いてたので、なんとなくその、はい、つい最近、はいはい、近藤さんの名前が私の中にパッて あったので、あーって思ったんですけど、すごいタイミングで、もしなかったら、はい、びっくりしたと思います。うん、そうですね、私、はい、本当に一方的にこう拝見していて、はい、ドラマとかももちろんそうなんですけど、うん、去年、うん、初めて、うん、あの生でとか舞台で拝見させていただいたのが、はい、それもまたちょっと特殊なんですけど、いきなり本読み、あ、はい、いきなり本読み見ていただいたんですか。そうなんですよ。わあ、それはありがとうございます。いきなり本読みで、はい、こう初めて生で拝見して、うんうん、まあ、あれもすごい特殊な舞台じゃないですか。ね、はい、本当にその場でもらった台本で、うん、もうだから本読みを、うん、そのお客さんに見せるっていう、そうですね、もう初見の本読みも ね、何も見てないままの、うん、でその時に役も、うん、じゃあこれやってくださいとかもその場で言われて、うん、ですぐその本で、うん、もう読まなきゃいけない、はい、もうそこを演じなきゃいけないっていう特殊な舞台に、はい、まあ、出てらっしゃって、はい、であの藤井隆さんとか、はい、水川あさみちゃんとか、はい、荒川良々さんとか、はい、皆さんいらっしゃる中で、はい、まあ、本もちょっと特殊な本ですよ ね、うん、そうですね、上田さんのヨーロッパ企画さんの特殊な面白い本なんですけど、はい、見る側もこれどうなっていくんだろうってワクワクするじゃないですか、はい、うん、で見てたら、うん、本当にそのえこれ初見ですかっていうぐらい全ての役を、まあ、こんなね、はい、ペーペーがこんな言って申し訳ないんですけど、全ての役を、うん、もういきなりこう捉えてらっしゃってで、やっぱりこうお話こうセリフをパッて言われた時に、うんうん、みんな会場にいる皆さんが、うん、うわってもうその役だって、そう思ってくださる。そうなんですよ、わしづかみにされて、はい、笑いももちろん、その起きるんですけど、うん、感動もして、あ、なんてすごい方なんだろうと思って、嬉しいです。はい、でお話しさせていただきたいのは、うん、どんな方なんだろうっていうのもあったんですけど、うん、ツイッターとか拝見したら、うんうん、あのすごくこう素直な気持ちを吐露されたりとか、はいはいはい、すごくなんていうんですかね、うん、人間味あふれるちょっとネガティブなことも、そうですね、主にネガティブなネガティブですよね。ネガティブなことを書いてますね。はい、はい、あんなこうすごいいろんなことをすぐにバッと表現される方で、なんかイメージですよ、勝手なイメージ、はいはい、その役もあったんですけど、すごくこうはつらつとした男の子とかも一発でバンって決めてらっしゃったんですよ。なのでそういうのもやっぱ自分の中にあるからこそ、はいはい、こう出されるのかなって思ってツイッター拝見したら、うん、割とネガティブだったんでいじいじいじますます、あのどんな方なんだろうって、はいはい、面白い方だなって思ってお話しさせていただきたいと思って、こうそしたらこういう機会をいただけたので、はいはい、
当にありがとうございます。ありがとうございます。子供の頃は、はい、つまり幼少期、子供の頃はどんなお子さんだったんですか？自分のことはあんまり発信できない子だったというイメージがものすごくあります。あの、はいはい、幼稚園とかでお手洗いに行きたいけどお手洗いに行きたいとか言えないとか、うん、何か好きなものを買いなさいって言われた時でも、もうなんか本当は好きなものがあるけど、はい、それやったらあれかなとかって思って、こう顔色を伺うと言ったらあれですけど、はいはい、なんかすごく周りにビクビクしてるようなイメージがありますね、今思うと。ちょっとこう、うん、気を使うし、うん、人見知りもあるし、そうですね、人見知りみたいなところが。でも私も、はいはい、幼少期そんな感じだったんですよ。あ、ですか、うん、めちゃくちゃ人の顔色を伺うし、うんうん、私もその幼稚園の時にトイレ行きたいけど、うんうんうん、トイレ行きたいって言えなくて、うんうん、めちゃくちゃその幼稚園のパンツ借りてたんですよ。なんかちょっと間に合わなくて、間に合わなくてね。なんで言えないんでしょうね。なんでしょうね。なんかこう、ね、恥ずかしさもあるのか、あと、うん、なんか自分の思ったことを主張できないタイプだったんですよ。でもとても一緒です。主張できない。なんかこう物買いなさ、うん、まあ、いいよ、好きなもの買っていいよ、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかと一緒にデパート行って、うん、好きなもの買っていいよって言われても。うん、なかなかこう言えないタイプだったりとかしたんですよ、うんうん、で誰かに別にそれを止められてるわけじゃないんだけど、はいはい、そういう感じだったんですよ ね。それがこういう職業だったんだから。そうなんですよ。本当ですよね。だから不思議なんですよ ね。ちっちゃい頃に私もお母さんの本当に影に隠れる子供で、その子供時代しか知らない方は、うん、肩から見るとびっくりされる。そうなんですよ、ね。あの春菜ちゃんがなんで芸人よくなれたねって。じゃ、手谷さんも割とそういうタイプですか？その今こういうお仕事されてることを周りの方は、多分あの直接的にそういうふうに聞いたことはないんですけど、はい、多分本当に、まあ、小学校とか中学校とかいろいろあるじゃないですか。クラス内ヒエラルキーみたいなものがあるじゃないですか。ありますね。す、はい、そうして言うと本当に全然本当に地味な、何も極力こう目立たないようにしようとしてたグループですし、だからこういうこと表立ってやるっていうことを職業にしてるっていうのは、多分みんなも結びついてないような気はします。自分でもでもちょっと結びついてないんですけどね、やっぱりそういうね、自分の中でも、自分の中でも未だに苦手だなとは思いながらはやっている部分。今のお仕事が、うん、こう苦手だなって、うん、ね、やっぱ合うとは思わないというか、この、なんだろうな、演技をする以外のこともすごく大切というか、なんていうんですか、人と接することが必要じゃないですか、この仕事って、はいはい、やっぱそういうところはすごくやっぱり、未だにその小さい頃みたいなところがあって、はい、やっぱこういう場でもトイレに行きたいなって思ってもやっぱりなんか言い出しにくいとか。今日行ってくださいね。行きたくなったら言ってください、ね、ここでちょっとパーツ借りちゃったらね、大変ですから ね、 ちょっとね、大人になってからのそれはね、もうね、ちょっと、ね、より心配をかけますから。いよいよ言えますけど、やっぱそういうのがちょっと奔放ぐらいな方が、はいはいはい、多分こういうお仕事って楽なんだろうなって。そう思います。じゃあ初めての作品とかで初共演の方がいらっしゃったりすると、うんうん、あ、もう怖いです。やっぱりだから映像の現場とか特に1日2日とかちょっと行ってとかってことが多いんですけど、やっぱり未だにふーってちょっとやっぱり、うん、あ、そうなんですね。とても緊張しますし、でもその、うん、まあ、幼少期ですから、うん、のぶえちゃんがのぶえちゃんが、うん、今のこのお仕事に疲れるっていうのも、うん、ちょっとその流れはどういう流れだったのかなっていうのが気になって、はい、うんうん、はい、子供の頃はこう将来の夢っていうか、うん、なりたいものっていうのは何だったんですか？うん、もう本当に何も結びつかないんですけど、うん、幼稚園の時には八百屋さんって書いてあるんですよ。八百屋さんだからな、どういう気持ちだったのか。でも未だにそれっていうか、野菜も大好きですし、食べることも好きだから、はいはいはい、いつかどこかにつながるのかなって気もしないでもないんですけど、はい、特にそういう華々しい職業を目指していたとかでは全くなくて、みんなね、よく歌手だ、そうですよね、アイドルになりたいとか、やっぱこの、ね、うん、表舞台に立つ人になりたいって、多いですよね、そういう、そうですよね、そういうの全然、だって別に家業が八百屋さんってわけじゃない、全然全然ないです、関係ないけど、関係ないけど八百屋さんだったんですね。でも小学校中学校の時の、はい、
その将来の夢っていうのはほとんど全くなかったです。何も考えてはいなかったかもです。あ、そうなんですね。割と聞かれるじゃないですか、その卒業のタイミングとかで。聞かれますね。そうですよね、なんかこうプロフィールみたいの書いてよみたいので、将来の夢とか卒業アルバムとか、その時も特に。でも自分でもしかしたらその時に何か書いたかもですけど、具体的にものすごく心にあったかっていうと覚えてないですね。本当には別に思ってなかったけど書かなきゃ。書いたかもだけど。お芝居と出会うのは一番初めは多分ですね、自分から入ろうと思ったのは小学校のクラブ活動の演劇のクラブみたいなやつなんですけど、そこの時はまあ普通によくあるこうお芝居をねちょっとやってみるぐらいとか、何のこうあれも気持ちも考えもなかったんですけど、中学校に入るとなんか必ず部活にどこかに入らなきゃいけないってなって、で運動も嫌いだし、じゃあ文化部のどこかに入ろうかなって思ったんですけど、特にまたなかったんです。何にも入りたいものがなくて、ただ友人が演劇部を見てみたいから体験入部みたいなのをしてみようって言われて、1週間だけ一緒に行ったんですよ。でだんだん友人が来なくなって体調悪いのかなと思ったら、いつの間にか吹奏楽部に入っちゃってたんですよ、その友人が。言われなかったんですか。言われないまま、いつの間にか。そんなことあります。週の終わり頃から吹奏楽部の体験入部に行ってたみたいで、いつの間にか入っちゃってて、だから私も1週間終わった時点でこうじゃあ入部しますかみたいなのがありますよね。そこでもう逃げられないような状態になってしまって、しかもまた言えないから、そうなんですよ。まさしくそれ、ちょっとそこで言ったら3年間地獄のような生活を送るのかなってやっぱちょっと思っちゃうじゃないですか。だから言えないし、あとちょっとその友人への恨みというか、私を一人残していきやがってっていう、この恨みを3年間だから絶対3年間全うしようってそこでちょっと決めて、すごい、何としてでもこう私楽しかったけどってあなた吹奏楽部行ったけど演劇部楽しかったけど3年間あ楽しかったみたいな、すごいな。そうしたいと思って、はい、行ってやろうと思って入ったのがその中学の演劇部です。いや面白いですね、その場で言うんじゃなくて、あ、そうだ、本当だ、その場で言えないんですね。だけど言うんだ、ね、3年間かけて後ほど。そだからすごいこう溜めて溜めて思いを溜めて爆発させるタイプっていうか、厄介ですね。本当だ、そうだ、言っても言ってはいるんですね、きっと。言えてないわけじゃないんだ。3年間かけて言ってるんですね。3年間かけて。初めてそれ。それ3年間、まあ、はいはい、じゃあ3年間やるわけですよね。そうです。だからもう何としてでもやらないともう気が済まないから、何としてでも。でその時にちょうど1年生の終わりに、1年生だけでお芝居を作るっていう機会があって、先輩があのオーディションしてくれるんです。その時になんか不良の役で、わーい、こらーみたいなこう叫ぶような役。の読むシーンがあって、それを読んだ時にいきなり本読みの時じゃないけど、ああいう感じのドーンみたいのが自分の中から出てきたんですよ、なぜか出てきて、そしたらそれを先輩とかみんなすごい褒めてくれたんです、素晴らしいねって。それがとっても嬉しくて、なんか褒めてもらえたっていうことが嬉しくて、あとの2年間は割と本当に楽しくて、あ、よかった。部活を終える、引退する頃には、その子への恨みとかじゃなくて、本当に楽しく終えられた。よかったんですけどね。例えば芸人だと、そのちっちゃい頃から何かにこうなってすることが好きだったりとか、真似たりとかして、芸人同士集まると、例えば中川家さんとか友近さんとか一緒に集まると、もうすぐそこが駅になったりなんかするわけですよ。でもそれって皆さん話聞くと、やっぱりちっちゃい頃から兄弟でなんかシチュエーションをつけて、ごっこ遊びが、ごっこ遊びをだから大人になってもずっとやってるっていう感じなんですけど、でもそのいきなりそれがドーンってできちゃうって、ちっちゃい頃から誰かとやってたわけじゃないってことですね。やってたわけではないんです。で思うのはちょっとあんまりうち、父親とあんまりこううまいこと行かなくて、自分が、まあ、性格が合わないっていうんですかね、馬が合わなくて、で家に居づらかった部分があって、でそれのだったのでちょっと部活というところが
割と一個逃げ場のような感じで、ちょっとそこにこう集中してたっていうのがですね、はいはい、でやっぱりその日々、うん、そういう親にも対して言えないこととか、はい、うんうんうん、やっぱりすごくきっと溜まっていて、はい、演技を使って出していいとも全く自分で思ってなかったけど、はいはい、やってみたら、あ、これ使えるっていうか、なんていうんですか、はけ口が、そうです、なんか扉がここにあったみたいな感覚だったのかなって今思うと、あ、なるほど、うん、わあ、なんだこら、はい、とかいうことが、うん、しかもこう人を通して言ってるっていうか、はいはい、でも自分の中から出てきてるから、ね、自分のこととしてもスカッとした、うん、そういうことだと思います。じゃあ割と演劇で何かやることがストレス発散にもなってるなって思います。多分あの普段あんまりそのツイッターとかでね、はい、ぐちゃぐちゃ言ってるようなこととかも多分それをちょっとストックしといたりなんかして、はいはいはい、あ、これそれを使うとかね、うん、してる部分もあると思います。あ、じゃあお仕事してる時は、はいはい、割と何だろうな、スカッとするっていうか、うん、っていう感覚ではあるんですか。そのスカッとするタイプのものだったらスカッとする、はい、そうですね、スカッとするんですけど、やっぱりうっていう作品も、はい、ありますし、はいはい、そういうのはまたちょっと違いかもしれないですね。あ、そうかそうか、うん、逆にこう受け止めちゃって、うん、もらっちゃうみたいな、うんうんうん、またそうですね、やることでまた蓄積してしまう場合もあるというか、中学生でそういうものにこう出会えたっていうのは、うんうん、すごく良かったことですかね。そうですね、うん、でもだんだんそれが、うん、あの中学の時にはそういう本当に遊び、ごっこ遊びみたいな演劇ですけど、はいはい、まあ、高校大学っていくと、はい、割とこう皆さんが真剣にその演劇とかに取り組み始める、うんうんうん、特に大学とかで感じたんですけど、はいはいはい、そうするとそんな真剣にはやってなかったんだけどっていうか、そういうなんで吐き口とか、はいはい、まあ、あと友達と一緒にやってて楽しいとか、うんうんうん、なんかそういうお芝居が大好きだとか、はあ、そういう気持ちではやってこなかったんですよ、うんうん、だからいきなりやっぱり大人になってくると、うんうん、お芝居とはみたいな、なんかそういう、いや、そうですよね、うん、そうするとおっと、それはちょっとまだ何も考えてなかったみたいな、はいはい、それが今までちょっと続いてるっていうか、ちゃんと真剣にお芝居についてそういえば勉強もしてないし、うん、なあって思いながらずるずる来てしまったんですけど。あ、そうなんですね、うん、でもそれでも、うん、そのお芝居をやめなかったっていうか、うん、今こう続けられたっていうのは、うんうんうん、どういうところからなんですか。